花ちょうちんです。お願いします。解散したいなくない、解散したいくない、やばいやばい、解散になる。俺が1年目ですよめちゃめちゃ関係ない、頑張っていきましょう、頑張っていきましょうまあちょっといきなりなんだけどさ、はい、まあ、俺にいつか子供ができた時にさ、うん、ちょっと早いうちになんか教育してあげたいなと思ってさ。あ、なるほどな。うん、だ生まれてからすぐになんかボール握らせるとか、うん、バット振らせるとかね、うん、いつかプロ野球選手にしたいの俺。なるほど、うん、だとしたら教えるのが遅いな。遅い、うん、教えるなら、うん、腹の中から。早すぎないそれ。いやなんかねテレビで聞いたの、なんかお腹にいる時から教育したらいい子が生まれますよって。あ、そうなの。そうそうそう。お前なんかじゃあ将来子供に何させたいとか決まってんの。あ、決まってるよ。お、何何何。芸人。芸人。うん、え、芸人にさせたい俺は。お腹の中から芸人どうやって教育していくの。あ、じゃあ俺ママやるからちょっと見てて。うん、パパじゃないのお前。ママでもねえじゃねえ生まれちゃってたけど。あ、生まれちゃってた。え、まずパパやれよお前。あ、俺パパね。教育すんだろ。あ、そうか。うん、大きくなってね、翔くん。あ、翔って名前ついてんのね。これちなみにどういう漢字書くのお前。カッコ笑。ダサカッコ外せよお前。まあでもボケの子かツッコミの子かまだ決まってないしさ。なんだその男の子か女の子かまだ決まってないみたいな。まあとりあえずボケから。ボケ。こんな赤ちゃんは嫌だ。どんな赤ちゃん。いや答えるわけねえだろお前。はあ、家事ができる。言うわけねえだろお前言うかお前そんなので次にツッコミだよな。ツッコミってなんだお前。まあ生まれてからすぐ使うツッコミの方がいいよね。そんなツッコミねえよまず。ゴーひろみか。いつ使うかお前。おい、これですよ。これで誰に言ってんだお前それ。これです。でまあボケとツッコミ教えたらさ、まあリアクションも教えたくなるじゃん。リアクションってなんだよお前。よく見て覚えるんだよ。見えないけどね。パパと知らないおじさんが見せるからね。知らないおじさんって言うなお前。じゃあちょっと驚かしてもらっていい。なんで俺がやんだよお前。うわっ、できるかお前。できるわけないだろお前。全部覚えられないんだよ。あ、じゃあこれでやれば芸人生まれてくるから。生まれてこねえよお前。お前赤ちゃんやんの。もうちょっと出てきた。なんか出産のシーンですかね、なんかね。んーだーまー。漫才師みたいになった。ベイベイですね。今日から頑張って生きていかなあかんな言うてやってますけどもね。ちょっと待ってお前。いや首が座ってないとかいいんだよ。いやそんな達者に喋れる赤ちゃん生まれてくるわけねえだろお前。おい、ちょっといいよ泣かなくてね。いや、いいよ。いないなーい。バー。いらないってお前。首もいいんだろ。めちゃめちゃ教育できてんじゃねえか。すいません、おしゃぶりしてきます。タバコみたいにな。ちょっとどこ行くんだお前。なんだお前。へそのつけっぱだった。へそのつけっぱじゃん。ぐちょぐちょの状態だぞお前まだ。あ、じゃあタオルもらわないと。は、熱いおしぼり一つ。居酒屋じゃねえんだここ。ちょっと待って。あ、あち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 ってゴーひろみか。ここで使うのかお前。ジャパン。ちょっと待ってお前。ゴーです。ショーだろお前。ショーです。ショーですよ。てかお前その顔じゃ結婚できないだろ。いや、やかましいや。もういいよ。どうもありがとうございました。